どうも、マッシーです。今日も楽しく法律を勉強していきましょう。今日のテーマはこちら。島田不動産事件です。部屋を借りるときに加入する火災保険には、建物保険と火災保険の区別や、借家人賠償や個人賠償があり、何も知らずにぼったくられている可能性があると知って驚きましたね。さて今日は、火災保険金に代償請求が認められるかどうかが問題となった事件を紹介してみたいと思います。一旦法律上どのようなことが問題となったのか、この点を知っておくことは皆さんの人生にとってきっと役に立つ知識になると思いますので、最後までご視聴いただけたらと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。島田不動産の所有する土地に柏原義治氏がパチンコ屋を建てる代わりに、1年後にパチンコ屋の所有権を島田不動産に譲り、以後柏原氏が家賃を払い続けるという約束をしていました。ところがパチンコ屋が完成した直後に原因不明の火事でパチンコ屋が焼失したことから、柏原氏は建物に関する火災保険金を受け取りました。さらに柏原氏は島田不動産に対して事前に支払っていた敷金の返還を求めて提訴しました。柏原氏は、火事によって島田不動産からパチンコ屋の建物を借りることができなくなった。だから建物を借りる前提で事前に支払っていた敷金約100万円を返してほしいと主張しました。これに対して島田不動産は、私は火災によって建物の所有権を取得することができず、また家賃収入が入ってこなくなった。しかし柏原氏はパチンコ屋を焼失した代償として火災保険金を受け取っていたじゃないか。そうすると敷金の返還と火災保険金の請求と相殺できるはずだと主張しました。そこまで。これらを受けて最高裁判所は、一般に履行不能を生じせしめた同一の原因によって、債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合には、公平の観念に基づき債権者において債務者に対し、右履行不能により債権者が被りたる損害の限度において、その利益の償還を請求する権利を認めるのが相当である。柏原氏の新建物返還義務が新建物の焼失によって消滅し、他面柏原氏が新建物の焼失によって保険金を取得した以上、島田不動産にその代償請求権は認められるべきであって、新建物の建築費用の負担が何人であるか、債務者たる柏原氏が火災によって損害を受けたかどうかは代償請求権とは関係のないことである。よって柏原氏の上告を棄却すると判決を下しました。今回のケースで裁判所は、建物火災により債務の履行が不能となった場合に、債務者が建物の代償と考えられる利益を取得していれば、債権者が履行不能により受けた損害を限度として、債務者に対してその利益の返還を求める権利があるとしました。その後同じことを規定した民法422条の2が新設されています。火災保険金は
保険契約から生じたものですが、火災が原因で建物の引き渡しができないことと保険金を取得できるということが生じたと考えて、代償請求できるという点に注意する必要があるでしょうね。以上、エンタメ保学でした。ではまた。